美濃は野の岳にある緑ヶ丘保育園というところで、ニュースでも見た人はいると思うんだけれど、あの保育園の1歳児のがいる部屋の上が厚い畳の屋根になってるんだけど、そこにこのヘリから落ちた部品が落下して、で本当に私園庭もここの現場に行ってるからよ、園庭からこの1歳児の部屋までね、園庭にも20人ぐらいのお兄ちゃんがいたんだけど、たった50センチしか離れてない。要するに出たらすぐが、あの子供たちが遊んでいて、ちょっと50センチずれてたらこの子供たちの上に落ちてるわけさ。この部品がね、あのちっちゃく見えるけれど落下しての圧があるさね、圧力が。そしてこんなまだまだ頭も体も柔らかいちっちゃな子たちの上に落ちたら即死だよ。ちっちゃいからって言ってからね、アメリカは部品は自分たちのものだと確かに軍は認めたけれど、落としたということは確認してないって言ってるわけさね。その時にブーンって飛んでたのはヘリコプターだけわけよ。でもっと許せないのはさ、なんていうの、自作自演だろうとかさ、なんていうの、とにかく作り物だろうって、そういう電話があったり、ファックスじゃない、メールが来たりしたって、こんなひどいことになってるのによ、こんな心ないことやるのは人間じゃねえよな、死に恥じたよ私。だけどお母さんたちはさ、ここの保育園がいいのはね、さっと全部のお母さんたち父兄にねメールしてから、そういうのがありましたら、だってニュース流れるからさ、全然子供たちは無事なので普通通りに登園してくださいねって言ったんだって、こう落ち着かせたって。そしてでもお母さんたちはもうわさわささすがね、で仕事終わって、あるいは家事が終わってバッと駆けつけたら子供たちがね普通だったって、とっても冷静に対応してたから、わあすごく保育園がちゃんとやってくれたんだなということで感激したってよ。でそれででもね、これはね絶対許せないって言ってから、お母さんたちがすぐ立ち上がってからね、いろいろ活動を始めたよ。いろんな関係庁舎を回ったりとか、あの署名集めるとか、なんちゃらかんちゃらかんちゃらしたわけ。それで立ち上がったんだよ、お母さんが。立ち上がったのお父さんじゃないんだよ、立ち上がったのお母さんなんだよ。で私さ、PTA とかなんとかさ、男立ててから、男はまたそういう役職好きさね、そういうで、だいたいお父さんが代表になったり顔出すさ。ところがこの回お母さんだけなので、なんでお父さんはいないのって聞いたからさ、だって保育園の迎え来るのは私たちお母さんでしょ、一番子供を知ってるのは私たちお母さんでしょって言ったわけ。あれーってなったよ、すげえなって、こんなにいいけど母ちゃんたちってすごいんじゃない。そして本当にパタ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 って動いて、で結論、こんなにも日本政府は動いてくれないんだっていうの分かったって。で一番私がさ、彼女たちの言葉で嫌だなと思ったのは、沖縄の防衛局に行ったらね、あのアメリカ軍は落としてないって言ってますけどどう思いますかって言ったら、そうじゃないですかって言ったって。こいつらバカ、ケリカお前 どこの、 あの政府って感じさ。私これ聞いてからよ、防衛局行ってからみんなすぐ行ってこようかなと思ってよ。すぐるっていうのは原骨する、そのぐらい腹立ったよ。でこの人たちに、あなたたちが考える自分たちの感情、自分たちの思いをね、こうして事故があったけれど思いを表現してくださいと頼んだわけ。これね、これとこれが結局2枚を出してるんだけれど、どっちもお母さんたちが演出した。私はただあのこのヘルクモターだけ持ってくるので、あなたたちがやりたいように表現してくださいって言ったの。そしたらお母さんたちは、分かりましたって、園庭でやりますっていうわけで、当日になってからに、ね、細かいことは何も分からなかったけど、でお母さんたちも考えて、そしたらこういう結論になったわけ。見てごらん、こっちにあるのよ、これ竹馬だよ、これほら落ち葉拾いする熊の手っていうの、なんちゃらかんちゃら。でこれ蝶々がトンボを取るあれさね、あれって何よって感じだけど、で竹馬、みんな園庭にある道具さね。でところがね、あの私これを自分の今回のポスターにも使ってるんだけれど、このポスターをの写真を使ってからさ、そのさっきの封じのよ、さっきのようなネット用の人がさ、あの暴力反対戦争反対とかって言っていながら、
自分たちは武器を持ってるじゃないかっていうふうにして書いてるわけよね。でそれをさ大和の人が見つけてから園長先生にこういうのが出てますよって送ってるわけよ。わざわざよ、やらんでもいいのによ。したら園長がこのお母さん代表の何名かにこういうのが来たよということで、そしたら1回だけ電話で変なのが来たらしいけど、次々に来るかねってちょっと構えてたらしいけど、1本だけで済んだみたい。そして私にもね連絡が来たわけ。真央さんのところに来てないかって心配してるよって言ったから、この中のお母さんの一人がさ、いやいや私はそういうネット親は一切相手にしないし、そんな暇ないから、無視するから、あんたちもね相手しない方がいいよ。もし実害があったら警察に即連絡して即マスコミも呼んでから宣伝しなさいって言ったわけ。そしたらね、あのちゃんとこの担当の新聞社がいるわけよ、新報とタイムスに構えて待ってたって。ところが一件の電話だけだったので、これはもうむしろ一件で出したらあっちが喜ぶので、ね、宣伝になるので押さえたらしい。とてもいいチョイスだと思うよ。見てごらん、園長も顔もあんなして、でこの人あんで70何歩か80近い一番高齢の保母さん。こんなに年寄りの保護ってね、日本広しといえどもさ、私彼女だけじゃないかなと思ったもんだから、この80近い保護がいるよって聞いたから、ぜひぜひこの保護さんも出してくださいねっていうのが注文つけたわけ。創立当時ね、この人の旦那が、2階に教会があるんだけど牧師だったらしい。牧師の奥さんだったんだって。で保育園作らないといけないということで結成当時からのメンバーなんだって。それがそのまま残ってるんだって。78かそのぐらいになるけれど、この話でいいと思わん？で子供たちはもう母ちゃんママ何してるんだろうって顔して見てるけど、この子たちが延期できるわけないさね。だからいいんだよ、突っ立ってて。たださ、これはうちの実行委員会のメンバーでもあるんだけれど、急な一郎君がね反省してたよ。僕はねただ突っ立っているだけでね、自分が考えてからにもっと何かやればよかったなんて、いや別に突っ立ってるだけでいいんじゃないかって。ダメです、僕はちゃんと延期すればよかったんですって。この会社彼ずっと悔やんでるよ。だから分かった分かった、じゃあこの次出る時にはあの何かやってねっていうふうに抑えたけど、こういうふうにしてだんだん役になって、出るのを楽しあるに悲惨なことも楽しくが私の言葉だから、楽しむ人が出てきたっていうのは私はとっても嬉しい。次こそこういうふうにして憎らしい役をやるぞっていうふうにことさね。それでね、これは同じこのお母さんたちが考えたんだけれど、真央さん自分たち2つ考えたからっていうか、じゃあまず2つやってみてって言って、これは平和な時のでお空から何も落ちてこない、ああ気持ちいいっていうふうな表現をして、子供たちはみんなジャンプさせよったの、お母さんたちが。そしたらなんか揃わないでさ、でなかなか揃わなかったんだけど、何回もジャンプさせたらやっとどうにかこうにか使える写真ができてきたんだけど、この子一人だけ宇宙へじゃなくて宇宙へしているよ。見ておへそ出てか、可愛いじゃない。これこそ彼女たちが自分たちに言ってたよ、これこそ平和なんだと。だから空からね何も飛ばなく落ちてこなくなったら、真央さんお祝いしようねっていうか、だいぶ先が長いかもしれないけど、その時はお祝いしようねっていう話になって、結局私は一つ採用って話だったけど、二つでもいいからね、緑が丘は二つ採用しようねっていうふうに話になったから、ここでお母さんエコ兵器して2点